ネッカー川。ネッカー川、標準、アレマン語。ネッカーは、ドイツ中南部の流域を流れる、ライン川の支流。舞台ドイツ語式発音に基づきネッカル川と呼ばれる、こともある。河川の全長は 367km に及び、主に、バーデンイコール、ビュルテンベルク州内を流れ、下流域では、短い区間ではあるが、同州とヘッセン州との宗教を成している。 標高706メートルのフィリンゲンイコールシュベ人間の近くにあるシュベ人間ムースに発し、標高95メートルのマンハイムでライン側に合流する。ネッカー側はプロヒンゲンまで船での遡上が可能で、このためライン側、マイン側と共にバーデンイコールビュルテンベルク州内にある3つの連邦水路の一つとなっている。プロヒンゲン、シュトガルト、ハイルブロン、 マンハイムがその恩恵に預かっている。流域面積はバーデンイコールビュルテンベルク州中央部の1万4キロメートルに達する。工業用水、水運、水力発電と様々な用途に利用されており、河川環境に大きな影響を及ぼしている。平均流量は秒速1 4 5メートルでドイツで10番目に大きな川である。ネッカーの名は ケルト語由来の荒れた川を意味する。もともと荒々しいを意味するニックが語源となり、紀元前からナイクロスと呼ばれていたが、ニカースからネカースと変遷し、ネッケルとなった後、現在のネッカーとなった。ネッカー川の水源はフィリンゲンとシュベ人ン,ンの間にあるシュベ人ン,ンムースと呼ばれる地域にある。公式な水源は、 シュベゲンのメクリングスヘ平ヘ公園にあるロットバイルのやや上流あたりではネッカー川はバール、シュバルツバルトとシュベイビッシェアルプの間の高地の高原を流れる小川であるエシャフハまで下るうちに大きくなり川らしくなっていく同時に川は狭く森に囲まれた谷を流れるようになりこの地形が約8 0トル続くこうしてネッカー川は シュバルツバルトとシュベービッシュアルプの森を北に向かって抜けてゆく。5位の手前ホルプで北東に向きを転じ、山麓に沿って流れる。ロッテンブルクからは中便原盆地に入る。中便原ンンまでは再び狭い谷間となる。プロ貧ン,ンで川は急に北西に向きを変える。同時にフィルス川を合わせ水かさを増し、船の航行が可能となる。 特に州都であるシュトットガルトとの水運を得ることで、ここからは川沿いに工業たくらみが立ち並ぶようになる。エスリンゲンからはこれにはイン畑が風景に加わる。シュトットガルトを離れ、ルートビヒスブルク地方を流れ下るうちに、レムス川、ムル川、エンツ川といった支流を集め、大河となっていく。ハイルブロン付近の低地で、ネッカー川は再び開けた地形を流れる。その後、 バーとビンプフェンとモースバッハとの間は、オーデンバルトの鬱蒼とした、丘陵地となる。北に向かう川はこの後再び急角度に向きを変え、わずかに、ヘッセン州、ヒルシュホルンを流れて、ネッカーシュタイナ浜での間ヘッセン州とバーデンイコール、ビュルテンベルク州との境界をなす。ハイデルベルクで、ライン平野に至り、その後すぐに、マンハイムでライン側に合流する。 ネッカー川の利用が始まったのは1100年頃。以来、約800年間ネッカー川は、もっぱら木材輸送に用いられてきた。1476年、ネッカー川全流域の自由貿易に関する取り決めが合意され、シュバルツバルトの木材はこの川を通してオランダまで運ばれた。大航海時代に入り、より多くの木材が必要となったためである。プロヒンゲンでは、 シュワバルトから切り出された燃料用の木材が二百六十メートルもの長さのイカダとなって川も覆った。次第にイカダ流しは鉄道に完全に取って変わり、八百九十九年、最後のイカダがイスリンゲンを流れ下った。七百十三年まで大型船舶はハイルブロンまでしか航行できなかった。その後、シュトゥットガルトイコールカンシュタットまで回収がなされ、 さらにエスンゲン付近の改修がなされたことにより、プロヒンゲ源ンまでの航行が可能となったのである。1873年のネッカー川航行規制によって規制が単純化されたことにより、他の物資の水上輸送が活発化し、その後15年間でネッカー川を航行する、船舶数は3倍になった。当時の船は川を遡る際には、原因道から馬に引かれて訴上していたが、 19世紀、後半の鉄道と競合する上で、これは効率的な方法ではなかった。ネッカー川の水運が再び流星を見せるのは1878年のケティンシュレパー、鎖による、牽引の時代の始まりによってである。マンハイムとハイルブロンの間 115km を蒸気船が小舟を牽引して遡ることで、馬に引かせて5日から8日かかっていた工程を、 2、3日に短縮することができたのである。しかし、洪水や流氷、渇水で航行が中止されるなど水運は不安定な状態は避けられず、1921年、拷門を建設し、大規模航路を開発する試みが始まった。ドイツ帝国、バーデン、ヘッセン、ビュルテンブルクがこれに参加、さらに出資者を募って、ネッカー株式会社が創設された。 初代の責任者に、オットー・ヒルシュが就任し、ネッカー側の肛門建設、水力発電事業などを行うことになった。1935年、マンハイム、ハイルブロン間の11の肛門がまず完成し、ネッカー側のケティンシュレッパーは、終焉を告げ、200から300トンの小舟が1500トンクラスの船舶にとって変わられた。マンハイムプロヒンゲン管の計画の上流部でも、 開発は進んだ。プロヒンゲンからフィル川を月品源まで航行する大規模な計画もあった。月品源の港付近は1978年まで宇宙開発計画のあった場所である。ネッカー川の建築責任者であったオットー・コンツはシュベビッシュアルプにトンネルを掘り、ドナウ川のウルムまで航路を結ぶ計画も持っていた。1935年以降進められた。 運河建設は難航し、1958年になって、やっと、シュトットガルト港が開港した。1968年のデイジサウ公門により、運河化は完成した。川は27の公門で仕切られ、マンハイムからプロヒンゲンまで、高校化のとなった。オットーコンツは、ネッカー川の父と呼ばれるようになった。流域面積において、最大の川は、エンツ川、コッハー川、 ヤクスト川である。上流より記載ネッカー川は、上流から下流に向かって、以下の地域に影響している。内水路である、ネッカー川を航行できる船の大きさは27ある。拷門の大きさによって110メートル12メートルに、制限される。航行できる、最も浅い箇所の水深は2.80メートルである。バーデンイコール、ビュルテンベルク州は、 公門の全長を140メートルに拡張する計画を持っている。2004年以降、ネッカー川上流部部第一座から、シュッツガルト港までの公門は、シュトットルトイコールオーベルチルクハイムのコントロールセンターで遠隔管理されている。ネッカー側は連邦水路にもなっており、水運事務所がシュトットガルトとハイデルベルクに設けられている。ネッカー渓谷には、 多くの城や館がある。特に、ハイデルベルク城は有名である。また、ホルンベルク城やグッテンベルク城も、ネッカー川沿いの城である。その他の城には、エーベルバッハ城、エスリンガー城、ヒルシュホルン城、シュトルツネック城、ミンネブルク城、レムゼック城、バイラー城、ディルスベルク城、ノイブルク城、ハインスハイム城、ホークハイム城、リーベンシュタイン城、 ツビンゲンブルク城がある。そして、ネッカーガーウンから、少々離れたヘヒンゲン近くの山、ホーエンツォレルン山海抜855メートルには、第一次世界大戦までのドイツ帝国皇帝であった、ホーエンツォレルン家のホーエンツォレル城がそびえる。マンハイムから、ハイデルベルク、エーバーバッハ、モースバッハを経由して、ハイルブロンまでネッカー川に沿って、古城街道が整備されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。